かっこよかったな。さだ覚えとるわ。おい、おめでとう。チームとしてね、かっこよかった。だけどいいよ、甲子園からできていいって言われましたけど、あれで出てきましたよ。昨日も高かったんだし、声高かったんだし、今日はボトボトやろ。嬉しい。マジだ、久保田らひねくってんねん。関田の解説はそういう、多い言うてな。喋った変な、あかんか。浜ちゃんも暇やったらこう言われた。もうピッチャーってやるじゃん。もしお前これほったらかし